じゃあ見に行こうか。まあ好奇心があるかどうかっていう話だけど、もしかしたら、まあ、あのよく滑るギャグを言ってくれるかもしれない。オイルもあるし。オイルもあるし。オイルもあるし。で、ああ言うね。うん。うん。特になさそう。うん。ガチャーン。ガチャーン。すげえな、魔法っぽいしな。めっちゃ綺麗。ちゃんと表面もやってる。うん。お前らかな。安心しろ。俺とヤシロは刺される側だ。柔らかいものね。それでこっちも見とくか。グリルあるしな。え、これは何？金。ああ、ゆかりいる。ゆかりだ。とっさに間違えるな。この下の、あ、なんだ、タイが引いてある布か？え、トレイじゃないの？どういうこと？布か。なんか紙なのかなと思って、それが調べたかったんだけど。あ、じゃあ関係ないのか。ん？調理器具を使用する際の注意事項。水を使うと錆びます。うん。特に。うん。まあ普通に動く。あ、それじゃない。あ、押せねえや。これで一周したのか。あれ、ちょっと待って、左見て、皿の横の紙って見たっけ。あ、見た。これが、うん、なんか向き変わった。うん、あ、そっか、肉料理が10。 A と F は分かんないけど、アルファベットの順番だったらスープは1か。魚料理は1、2、3じゃない、 ABCDEF6 か。うん、うん、16。うわー、わかんねえ。何だったっけそれ。二進数ぐらいなの、まだ。十進数は普通の数字だよね。あ、そうなの。うん、あは。で、二進数は0と1のやつだよね。うん、そう。代用記号を十進数の数字に置き換えると、はい、ありがとう。 A が10で、うん、F が15ね。うん、10イコール16。はあ、はあ。なんで数が繰り上がると覚えておく。はあ、A は10だけど10は16になっちゃうってこと？でも A イコール10イコール16になるの？それでも。え、A は10で、うん、10って書いたら16なんじゃない？なんでそんなことを？分からん。ってことは？何をすればいいんだ？じゃあ。A だから。10でじゃあってのか。 F？ F は15だね。うん、これが肉よりは 16？ だから10だ。10だね。で？F が15だから24？うん、で、ここのやつ全部足した数字が6とか。ああ、そういうこと。9
10、19でしょ今。34。34。あ、それが、あ、でも、エクとかの数記号はなかったな、向こう。うん。34。50。え、じゃあ50でいいのか？一旦入れてみるか。でもそれだと10進じゃねえ、進数の意味ないよな。うん。伝票に記されてた数を、うん、あ、じゃあ9、16、25、35、50。だから50で入れるのか、この順番で9、え、910、1115。え？ん？916、1115。あ、10か。15。多すぎるって。え、打てない、打てないのか、そもそも。打つための条件のヒントがないか。多いね。まだ調べたくないってことか。あ、間違えた。うん。な。うーん。折りかけるか。な、ちょうど持ってたか。うん。おー、いけた。ちょうど調べてなかったな。うん。ここに切る。寒い。寒い。なんなんだここは。なんなんだって。なんだ、ごめんな、こんなとこ連れてきちゃって。暖房かな。だよ。ダメ。薄着しかいねえここ。でもじゃないけど、耐えられないわ。三秒でトマグロになっちゃいそう。二人は入ってこれなさそうだな、じゃあ。私は遠慮させてもらうわね。あとは任せたわ。はあ、寒いですね。お前はいいよ、さっきまで熱があったんだ。外にいろよ。いえ、大丈夫です。熱ならもう下がりましたから。だけど、あ、水かかって凍ったんじゃねえあれ。うん。なんでいきなり閉まってんだよ。やしろ、いった、このドアノブガチガチに凍ってやがる。そんな、どうしてこの脇の水道管が破裂したんだ。それでタイミングに合う。おい、ヤシロ、そっちにいるんだろ、開けてくれ。もう何よ、どうしたっていうの。ドアが開かなくなっちまったんだ。そっちから開けてみてくれ、頼む。たく、しょうがないわね。わかったわ、ちょっと待ってて。向こう側でも開かない。ダメ、ビクともしないわ。やばいな。そっちの方が人数多いんだから、なんとかしなさいよ。サンタが死んじゃう。だそうだ。とにかく何か方法を探そう。今までで一番生命の危機が。うん。3人とも氷の柱になっちまう。あ、鬼退治する。3人寄れば文殊の知恵です。とりあえずなんとかなりますよ。体温め合ってて。そうそうそう、そうだな。サンタがやばい。とりあえずこの部屋を片っ端から探してみよう。全員了解だ。全員やばいわ。急げ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 。なんだこれ、ドライアイス。この状態で持ちたくねえ。密閉した状態で気化すると爆発する。爆発させるか。でもこれで、いやでもうちらも死ぬ可能性あるな。うん。デューデューンってゲームオーバー。ドライアイスって二酸化炭素が固体になったものだったよな、確か。そうだな。大体何度くらいから気体になるんだろう。さあ、そんなこと聞いてどうすんだよ。いや、ここから出るのに何か役に立つんじゃないかと思ってさ。二酸化炭素の消火点はおよそマイナス79度です。すげえ。それよりも温度が高ければ気体に、低ければ固体になります。お前よくそんなこと知ってるな。こう見えても私雑学王ですから。寒いね。噛むなよ。ハボハボで、ほえ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 。
寒くて、ろれつが回らないんだな。はい、ふふふふ。お前、わざとやってんだろ。それにしても、不思議だな。向こうって。二酸化炭素は液体にはならねえんだろう。確かに、不思議だな。イラッとする。高い圧力を加えれば、二酸化炭素も液体になります。でも、蒸圧の1気圧の元では。液体にはならないんだよな。はい。消化といって、固体からすぐに気体になってしまいます。ほら、やっぱり不思議じゃねえか。水は0度から100度の間で液体になるのに、なんで二酸化炭素はならねえんだよ。0度以上でも液体にはならない氷ってあるみたいですよ。悠長だな。あ？私聞いたことがあるんです。融点が36度の水が存在するって。これでも聞いとくの大事かもしれん。融点が36度の水？それって36度でも凍っちまう水ってことか。ええ、逆に言うと36度になるまで溶けない氷とも言えます。ピラミッド。おお、ピラミッドの話だ。なんだよ、その融点が36度の水って。アイスナインっていうみたいです。アイスナイン？もともとはアメリカの SF 作家が考えた架空の物質だったみたいなんですけど、うん、でも最近それが本当に存在することが発見されたらしくて。待て、待ってくれ。そのアイスナインとやらは氷なのか水なのか。待て待てって止めるから今じゃなくないっていうのかと思ったけど。だから36度を超えると液体に、それ以下だと固体になる水のことですよ。私たちがよく知っている普通の水、H2O の多形体みたいなものです。難しい難しい難しいこと言っとる。黒鉛みたいな関係と言えば分かってもらえるでしょうか。分からん。高度は一緒だよな。あ、そうか。両方とも違った。あ、そうだった。だけど結晶の構造が違うから硬さも性質も全然違っていて。ああ。要するに普通の水とアイスナインの関係もそれと似たようなものだと。そうです。グリセリンの結晶化の話って知ってますか？グリセリンが分からん。グリセリンは発見されてから150年近く前。グリスって突っ込んで欲しかった。冷やそう。分からんから。温めようと、寒い親父ギャグを連発しようと、決して結晶化することはなかったそうなんです。最後の状況を見てみたいな。グリセリンに対して寒い親父ギャグを連発。布団が吹っ飛んだ、布団が吹っ飛んだってずっと。真っ暗の中に真っ暗が、真っ暗が。イギリスへと輸送中だったグリセリンが一隻の貨物船の中で偶然結晶化したらしいんです。うん。そこで世界中の科学者たちは研究のためにそのグリセリンの主結晶を分けてもらうことにしたのだそうです。うん。主結晶とは結晶を作るための核となるもののこと。この核さえあれば比較的容易に結晶を作ることが可能になるということでした。いや、白絶対あれ死んだこいつらって思ってる。ところがここで驚くべき現象が発生したんです。どういうわけかその核を使ったグリセリンばかりか。あれ、これセブンが言ってた話？うん、多分。容器に密閉しておいたはずの。世界中でなんかいきなりって言ってたやつだよね。ニトログリセリンみたいな。いや、ニトロついてたか知らんけど全然違うところなんですよ。いきなりテレパシー似てるな。一つが結晶化してそれが伝播する。ああ、それそうだね。そこにまたつながったのか。しかも話はそれだけでは終わりませんでした。この時期を境に真ん中に青って書いてある。青、青、青、右下にも青ほっって書いてある。17.8 度まで温度を下げさえすれば自然に結晶化するようになったというんです。うん、それまでは冷やそうと何をしようと決して結晶化することはなかったのに、ひとたび結晶化が生じた途端、それはまるでまるでなんて言えばいいんでしょう。ぴよぴよの連鎖かな。しかもグリセリン同士が互いに囁き合っているかも。うん、目には見えない何かで
テレパシー。バヨエン。バヨエン。バヨエン。瞬く間に世界各地へと広がっていったんです。なるほどな。面白い話だ。面白い話ではあるが、それでその話とさっきのアイスナインの話、どういう関係があるんだ。あ、サンタ倒れた。要するに、あ、出てきた。今の話とアイスナインの話は同じだってことだろ。同じって同じじゃ困るだろうが、水が36度で凍っちまうような現象が世界各地に広まったりしたら、そんなことになったらこの世は終わりだな。まあその前に俺たちの人生の方が終わりに近づいてるっぽいけどな。さあ、無駄話はこれで終わりだ。まさかこんなに長引くとはな。ちょうどね、話を振ったのは俺だが、もうさすがに限界なんだよ。マジでやばいんだ。俺は確かにサンタだが、フィンランドで育ったわけじゃない。寒さに強いわけじゃない。寒いのは苦手なんだ。そんな格好してるやね。というわけだから翔くん、さっさと動こう。早く脱出方法を探そうぜ。でもそんな格好してるってことは暑いのも苦手そうだけど。確かに。わがままボディだ。勝手なやつだ。アイスナインか。気にはなるけど、考えるのは後回しだな。